では本日は接続詞のざっとを見ていきます。ざっとは今まであれとかっていう意味でご存知だったと思います。実は接続詞としても使うんですね。接続詞はこれまでに if とかやってきましたけども、実はそれらとはちょっと違う使い方をしますので要注意です。接続詞、これも従属接続詞というんですけどね、ざっとは何々ということという意味になりまして、名詞の働きをするんです。これ非常に大事なんですね。 if とか because とか今までやってきたやつは副詞として使ってたんです。副詞っていうのは文の修飾語ですね。主節が別にあってそこを詳しくするために従属接続詞というのを使いました。副詞の役割を持ってたということだけど、今回の that というのは名詞の役割を持ってます。どういうことかというとね、ざっとを先頭にしたこちらの文が目的語になっているんです。主語、動詞、目的語の目的語ですね。名詞として使われているわけ。 if とか because とかってこれまでやったやつが副詞として使われてたんで文が別にあってそれを修飾してた。だけども、接続詞ざっとの場合には文の中に入ってきちゃう、目的語として使われてるんですね。今回ね、私はあの少年がトムということを知っていますという文です。ここで使う動詞はいくつかね限られてますんで、よく使われるものは覚えちゃうといいですね。聞きましたよ、言っていますとか、望んでいますとか、信じていますとか、思う、そういった感じの動詞で使うわけですね。ちょっと注意したいのがこちらです。私はトムは若くないと思います、なんかちょっとシワがあるわみたいな、こういう時このざっと説の中を否定文にしないっていうのがね、それが普通なんです。否定する時はね、前を否定するようにしてください。アメリカ人とかがね、日本語勉強したての時、こういう喋り方よくするんです。私はトムは若いとは思いません。だけど日本語としてはトムは若くないと思いますのが普通なんですよ。だからね、ちょっと気をつけたいですよね。ちょっと英語と日本語と違うところです。で、次いきます。ポイント2と3とね、同時に見ていくんですけど、接続詞の that はよく省略されますというかね、省略されることが結構普通ですね。省略してももちろん意味は変わりません。あってもなくてもいいけど、ないのが普通です。こんな感じで消えちゃいます。ここで気をつけたいのはですね、時制の一致っていう考え方です。でここが現在形なので現在形、ここ現在形、ここ未来形 OK です。だって先のことを考えるっていうことはあるんですね。しかしもし過去形にしたらば、過去形にしてね、決まりがあるんですね。で助動詞がね、こう過去形になるので注意。基本的には時制は一致するよって思っといていいんですけどね、過去でね。注意したいのはね、ここが過去形でもここが現在形っていうことあります。実はあるんです。これはここの内容がね、この内容が不変のこと、絶対に変わらないことの場合には現在形で書くよ。理科とか数学の世界でね、 1+1 は2だと習いました。太陽が東から昇って西に沈むと習いましたとかね、その辺のことはその習った時も変わらないし、今もそうだし、この先もずっとそうだろう、そういった内容の時にはですね、現在形で書くんですね。基本的にはその過去形っていうのは今と違うから過去形になってるっていう考え方なので、電車の時刻表みたいな、ああいうようなことはですね、今とその言った時と変わらないんであれば現在形で書きます。そういうこともあるんですけれども、基本的にはですね、過去形になってたら過去形にするっていうルールで覚えておきます。接続詞の that はよく省略されてしまいますが、そこに that が入ってるんだっていうことは覚えておかないといけないんです。目的語を作るためにね、こっから先が目的語ですよっていう感じで印のために置いてありますんでね、置いてあることを忘れないようにします。入れても入れなくてもいいんですけどね。主節が過去形になったら従属節も過去形にしてね、揃えてね、そのルールを守っていきたいです。Just.